に行くんだい？よし、行くぞ。こんなところだったんだ。くぼみはここだよ。タオに言われなきゃ今でもそれっぽい鍵穴を探し続けてたかも。ありがとうね。ああ、本当によく気づいてくれた、タオ。あ、いや、実は少し前から書庫の半分以上が整備に関する本だってことに気がついてさ。内容が建築理論と実践だったから、まず専門用語を習得してからと思って、そっちは後回しにしてたんだ。で、人工島とか入り口って話にピンときて、整備の本を調べてみたらこの図があったってわけ。ふん、タオの家はこの島の手入れを役割とする家系だったのかもしれんな。タオ君のご先祖様は錬金術師だったのかな？それはないと思うよ。錬金術関連の本は全然ないし。あ、まあ僕の家のことなんかより、ライザ。うん、うまくいってよ。これが人工島空間への入り口だ。この下に行けば俺たちの島の本当の姿が拝めるってわけだ。行こう、みんな。すごい、すごいよ。これが全部人工物だなんて。いや、僕らの島が全部そうなんだ。遺跡どころじゃない。信じられません。こんな大きなものを本当に人の手で作れるんですか？ああ、信じがたいことに作れたんだよ。クリント王国時代の錬金術ならな。結果的に避難所として役立ったというから、本来は別の目的のために建造されたのだろう。何のためにってのはあえて聞かねえけど、どうせろくなことじゃないだろうな。にして、うん、私たちがなんてことなく暮らしてた空間島の、これが本当の姿なんだね。奥があるよ。行ってみよう。中身はなんだ？水は
錬金術の最も基本となる素材だ。取れたよ。どれだけあっても困らないだろう。僕知ってるよ。中核重要制御、そう書かれてた部屋だ。タオのやつ、ここに来てからやたら元気だな。まあ多めに見てやれ。得た知識を実体験で答え合わせするってのは最大級の快感なんだ。ここは何の部屋なんでしょう。複雑そうな仕掛けがいっぱい。さすがに私も見ただけではな。タオの言葉通りなら島を制御する中枢のようだが、どうだタオ。ああ、これは儀式の細具じゃないんだ。あれ、もしかしてこの構造も知ってる。すっかり没頭しちゃってる。おーい、タオ。細工じゃなく何かの仕掛け。まさか。やっぱりそうだ。あれは儀式じゃない。これを。ここを動かすための手引き書だったんだ。タオ、いい加減戻ってきなさいよ。何がどうなってるの。え、ああごめん。僕の家ってアンペルさんが言った通りだったみたいだ。この島を整備する家系ってことだな。察するにそれはこの島の制御装置というところか。僕が散々本の中で見た儀式のようなものはこの人工島を管理するこれの動かし方だったんだ。こっちは地下にあったから劣化もしていないのか。そもそも島の中にあるこれは何の装置なのだ。そういえば人工島って作った後に何をするものなのかな。麦を入ろうって命令したらそこいらに入るとか、魚を取れろって命令したら浜に魚が打ち上がるとか。そんなわけないでしょ。で、言えるほど分かってないというか。タオ、どうなの。うん、ちょっと待って。見せろかな。次あった、よく見せろっと。これが島の状態かな。アンベルさん、わからないところを一緒に見てほしいんだけど。わかった。ん、これは島の前景か。人工物の部分だけを示しているのか。周りのこれ潮流だと思うからそんなことは。あれ、ってことはまさかこの島って。二人してボソボソ何を。ライザー、大変なことになっちゃった。それともとっくになっちゃってたのかも。二人とも顔色が。一体どうしたの。どうしたかといえば、そうだな、ようやく事態の全容が判明したというところか。え、本当。でもそれにしちゃあんまり良くないことなのかな。
あんまりではないな。以前から全ての問題は湖の潮流の変化によって生じたと推測していたが、その潮流が変化した原因はこの島が動いて位置が変わったからだ。はあ？島が動く？そんなバカなことが。この島、元から湖の底に接してない、湖に浮かんでたんだよ。それがもう動力が切れる寸前で沈みかけてる。島は動いてるっていうより流されてるんだ。それってなんとかできないの？わかんない、わかんないよ。落ち着けタオ、ここは一度アトリエに引き上げてみんなで考えを整理しよう。行けるところが増えたね。どこに行くの？よし、行くぞ。それじゃあ改めて話をまとめようか。簡単に言えば、空剣島は錬金術の力によって湖に浮かんでいたが、その力が衰え始めている。結果、島はわずかずつ漂流し、湖の潮流が変化した。このまま放置すれば、遠からず湖に沈むことになる。なんとかならないんですか？なる。はあ？なるのかよ。理屈としては単純だ。島を浮かべているもの、すなわち衰えた錬金術の動力を補充すればいい。じゃあ今すぐそれを調達しなきゃ。まあ待て、問題はここからだ。あの部屋にあった動力らしきものを調べてみたが、簡単に作れる代物ではない。今の錬金術はおおよそクリント王国のものを元にしているが、継承し損なったものも多い。でかい構造物を動かすだけの動力源を作る技術もその一つだ。特に素材がな。錬金術師に技術があっても素材がなければ調合のしようがない。じゃあもう手詰まりってこと？一応それを得る手がかりはないでもない。おいリラ、こいつらなら言わなくてもそのうち気づく。なら悩む時間を無駄にさせたくない。お前たち、かつてクリント王国が多大な労力を払い、いくつもの門を開いた理由を思い出せ。お前たちが異界と呼ぶ我らの故郷に、奴らの錬金術を支える資源があったからだ。でも、あそこを掘り返して調べるなんて、それこそクリント王国の奴らと一緒じゃねえか。今はそこにこだわるべきではないだろう。お前たちの故郷を救うためだ。リラさん、すまね。分かった。向こうにはフィルスタもいるから、そう簡単に調査には行けないだろうけど、考えてみる。ライザー、ちょっといい？動力が戻る前提で一つ大事な話があるんだ。後でもう一度あの地下の大部屋に来てくれないかな。うん、分かった。